縄県丸亀市にある塩飽諸島の広島。文字通り塩飽諸島の中で一番面積が広く、丸亀港から旅客船ではおよそ20分で渡れます。さぬき広島にやってきました。この広島は石の島で、青木石という石が取れるんですけど、島の中にはこういう石碑が、いろは石という石碑があって45基あるんですけど、それを一つ一つ巡ると島を一周することができるそうです。海は綺麗ですね。こんにちは。はじめまして。お邪魔してもいいですか？どうぞ。随分賑やかな会ですけど、今日は何をされてたんですか？座談会。座談会。茨城の方が。茨城かな。元美大生で、この島で夏休みの1ヶ月ぐらいホットサンダーっていう活動をして、で3年前に来てよかった、うん、毎年ここにお世話になってます。ここの場所、昼猫さんはどういう風にして生まれたんですか？場所食べれる一方なんで、空き家を何とかして人を呼ぼうと、我々動ける範囲で。で、幸い私がね、竹田区やってる。ここ何年で本当にレパートリーやりすぎてね、こんな作ってきたんや、こんな作ってきたんや、うわぁすごいね。すごい、何でも作れますね。普段丸亀でも販売されてるんですか？いや、ここだね。広島しか買えない。坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。